学に行けと親父は言ってた。頭を使えと言ってた。まるで大学。今のは何だ？今度は懸賞金を払って町で自由に。ビールを三杯飲みますと、多くは顔をしかめてエルフに別れの挨拶をした。それで実際誰かが死んだ。誰かいるの？あなたのために邪魔者を追い払ってたの。私たちの動きに気づいた者はいないと思うわ。今のところはね。
完璧ね。これで奴らの行動がもっとわかるようになるわ。奴ら、きっと焦ってるでしょうね。シルバーハンドの活動に関する噂を聞いたの。奴らの一団がリフトに潜伏してるわ。急いで。
商売女め。ある、俺の子供じゃない、別の誰かのだ。俺から金をせしめようとしても無駄だ。かつてストロス M 界の春の夕暮れと同じくらいを進んだ女が。今の何？ビールを飲むか。蜂と蜂蜜なんてどうでもいい。全然金が足りない。一度に大量に盗めれば。またあんな口の利き方をしたら、あいつを殺してやる。寝てるうちにやってやる。あいつの肉に毒を盛るから。薄利きっと気に。あいつは何を考えていたんだ。バカ、ブーツからエースを抜き出したことに全く気づいてない。今度は懸賞金を払って街で自由に。奴に金をよこせって言ったのによこしたか。冗談じゃない。あいつら必ず反撃してくるんだ。
ちだ。